皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、何かに助けてもらった経験、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。小学生だった頃、地元が海に近かったんでよく海で泳いでた。その頃高いところから飛び込むのがなぜか流行って、切り立った崖を登ったりして飛び込んでたんだけど、ある日バランスを崩して海に後ろ向きに落ちそうになった。その時何かに背中を押されて助かった。自分一人だけ登ってたし周りにも何もないし、何に助けてもらったのかさっぱりわかんない。こんな経験ある人います。あるよ。筑波山峰の林道で車ごと落ちてかすり傷程度だった。もちろん車は5、6回転したものだから大破。牽引してもらった JAF の人によく生きてたねと言われたよ。以前に占い師に見てもらったことがあったが、守護霊の力が強すぎて直視できなかったみたい。まあ先祖を敬うことで霊力は強くなるって言うけどね。兄貴が友達と海行った時に、私は兄の荷物にお守りを忍ばせといた。大雨の中車がトラックと衝突して兄はフロントガラスから飛び出したんだけど、崖の手前ギリギリで鼻だけ折って助かった。救急車の人がよく落ちなかったなと驚いてたって。友達も骨折はしたけど死なずに済んだ。お守りの力かは知らないけどね。今まで車で2回ほど死にかけたことがあったが奇跡的に無傷、車もかすり傷一つなし。どれもあと数センチずれていたら確実に死んでた。何かに助けられたんだろうか。私もわけわからないけど助けてもらったことありますね。両肩を掴まれて体を引き止められた。あのまま歩いてたら即死だったような場面でした。友人の家に遊びに行った。帰ろうとしたら探せど探せど自転車の鍵がない。そんなはずは、としつこく探してもない。40分くらい探したら、なぜか一番最初に探して何度も見たはずのバッグのポケットに鍵が。友人と変だなぁなんて苦笑しつつの帰り道。凄惨な交通事故現場に遭遇。車と自転車がぶつかった事故らしい。道の端に置かれたぐしゃぐしゃの自転車は、私の自転車とそっくりな自転車でした。色や形、大きさとまるで自分の自転車のようでした。あれは本来ならば私が会うはずの事故だったのでは？神様が私の自転車の鍵を一時的に隠したとしか思えない。昔休みの日に出かけようと思って車のエンジンをかけた。すると亡くなったおばあちゃんの声で、とも子、と呼んでいる声が聞こえた。私はびっくりして呆然としていたら、なぜか無性に家に戻りたい衝動に駆られてきて、きっと何か忘れ物をしたんだ。そう思って家に戻ってみた。すると台所からカタカタと何かが揺れる音とともに、黒い煙が。そう、うちのおかんが天ぷらをしようとしてコンロに置いたまま忘れて出かけてしまった。もう火事になる一歩手前だった。あの時は本当に助けてくれたおばあちゃんに感謝しました。ありがとうおばあちゃん。他にも助けてもらった経験多数あります。俺も去年の9月に可愛がってくれたばあちゃんが亡くなった。それからというもの、なんだか守られている感じがする。例えば運転中に何の前触れもなく、危ないという、何か信号のようなものを感じて減速すると、子供や自転車が物陰から飛び出してきた。なんてことがたびたびある。自分自身意識していないが勘が良くて、このようなことは以前からあった。たまたま祖母の死という大きなショックを受けたので、そのように解釈しようとしているだけと友達には言われるけど。学生の頃に家で夜テスト勉強をしてるうちに居眠りをしてしまうことがしょっちゅうあったのですが、今日は寝ないで勉強しなきゃやばいという状況にもかかわらず、
居眠りしてしまった時、誰かにパシッと頭を小突かれて起きたことが二度ほどあった。時は戦後の混乱期。ばあちゃんは娘二人を自転車に乗せて走っていた。姉を二台、妹はおぶっている状態。そこへ荷車が通りかかったので、バランスを崩して堀と電柱の間に突っ込んだ。とても人間が通り抜けられるような隙間じゃなかったそうだ。自転車はくしゃくしゃになったが、三人とも擦り傷程度で済んだそうな。戦死したじいちゃんが守ってくれたんだと、ばあちゃんは何度も話してくれた。奥多摩周辺を走っていた時の経験。じっと走り込んでいた時、対向車線に車がフラッシュバックした。なんとなくそう感じた。そこでちょっと抑え気味にした。そしたら次のブラインドコーナーでスープラがバイクを追い越して目の前の対向車線にはみ出してきた。あらかじめ意識していたからブレーキで避けられた。その瞬間は何とも思わなかったが、後からじわじわと恐怖感が湧いてきた感じだった。あのフラッシュバックは何だったのだろう。自転車通勤してた時に通りがかりに大きな木があって、信号待ちしてる時は木に触れながら、心の中でいつも挨拶してたんです。ある時信号が青だったので勢いよく横断しました。その時なぜか背後の木のことがすごく気になって、慌ててブレーキして木の方を振り返りました。その瞬間ドコッと変な音がして、前を見るとすぐ私の手前で人が車に轢かれてました。ブレーキせずにそのまま突っ込んでいたら、轢かれていたのは私だったかも。気が忠告してくれたんだと思ってます。小学生の頃、信号のない横断歩道を走って渡っていく友達の後を追いかけていた。ちょうど俺が横断歩道を渡ろうとした時、自分の足が突然遅くなった気がした。その直後、俺は車の側面にぶつかって弾き飛ばされた。側面にぶつかってひっくり返ったような感じだったので怪我もなかった。もしあの時足が遅くならなかったら、車の前に出てしまって完全に轢かれてたと思う。自分は特に助けてくれるわけじゃないけれど、たまに建物と建物の間に、白いコートと白い帽子をかぶっている人が立っているのをよく見る。自分の幻覚かもしれないけれどね。高速を走ってる時に猛烈な睡魔に襲われて、運転しながら1秒ほど眠ってしまった。まさに眠りに落ちたその次の瞬間、自分の名前を叫ぶでかい声が聞こえて目が覚めた。何か聞き覚えのある声だった。僕は小学校5年の時に両親を交通事故で亡くしました。それから10年以上経ちましたが、いつもそばに両親がいるような気がします。一度ボクシングの試合中に鼻が折れたことがあったのですが、コーナーで治療してる時に、見えない手がそっと撫でている感触がありました。多分母のような気がします。おそらく僕には霊感なんてありません。だから何かを感じたり見えたりすることもないです。でも、両親の存在だけは何気なく感じ取れます。友達はそれは気のせいだよと言いますが、僕にとっては二人がいつもそばにいてくれることが心の支えとなっています。20年ほど前ですが東京福生市に住んでおりまして、そこで女房と買い物に出て、私が駐車場で不注意にも足元に貼ってあった鎖につまずきました。その時生まれたばかりの長女を抱いていて、まずいことに前方にそのまま倒れたのですが、下からやんわりとした力で支えられました。おかげで地面に直撃せず、押し戻されたような形で事なきを得ました。どこの誰に向かってかわかりませんが、感謝しなければならないですね。守護霊って必ず先祖の霊なんですか？どうなんだろうな。守護霊が存在するなら己の先祖とか、動物っつうのもありか。
私は以前たまたま霊能力のある方に、あなたのことを守ってるおじい様がいると言われ、自分はそのおじいさんのこと全然知らなかったのに、後で母や祖母に特徴を聞いたら、ひいおじいさんにそういう人がいたと聞いてびっくりしました。電車に乗って寝ていると降りる予定の駅で軽く肩を叩いて起こしてくれる人がいます。でも慌てて目を開けても周りには誰もいない。夜中3時頃に車を走らせていて、前にはトラックで後ろには軽自動車。自分はぼーっと運転しているうちに、なぜか道沿いのコンビニの駐車場に入ってしまった。あれ？自分は何してんだろうと思ったんだけど、とりあえず車を降りてコンビニに入り、雑誌をペラペラめくって2、3分で店を出た。そうしたらそこから1キロも行かないところで、さっきまで前後を走っていたトラックと軽自動車が、対向車線のトレーラーとぶつかって、めちゃくちゃな大事故になっていた。守られてるねー。長期一人海外旅行に行く数日前、身支度をして寝ようとしたら、何か隣で不思議な人の気配。誰かいるなと思ったけど、気配だけで何も見えない。そしたら、池をきれいにしなさい、という亡くなったおばさんの声が。その時は意味がよくわからず、不思議と恐怖も感じずに寝た。次の日によく考えたら、庭に小さな池があるんですが、その中に釣ってきた船を入れていた。何も餌もやらずに1年以上も生きていたので、ほっぽらかしにしていたのを思い出した。速攻で船を湖に逃がして池を掃除して旅立った。結局その旅では、誘拐されそうになったりなどのトラブルはあったが助かった。マジ話です。角田次郎は守護霊のおかげでパチンコに勝てたことがあるって言ってた。守護霊って便利。終わり。